ファークライさんは UBI ソフトモントリオールスタジオ開発 UBI ソフト発売のファーストパーソンシューティングゲームファークライシリーズの3作目前作よりかなりカジュアル化しており前作にあった銃の劣化やマラリアなどのリアル思考の要素が廃止され野生動物やテイクダウンミニマップなどの要素が新たに追加されたまた難易度も前作より 低めになった。インド洋と太平洋の境目付近にある南国の島、ルークアイランド。未開のジャングルが広がり、多種多様な野生動物が生息する自然豊かな、この島で、主人公ジェイソンは、兄弟と友人たちと共にバカンスを楽しんでいた。しかし、突如謎の武装した男たちに襲撃され、ジェイソンたちは、囚われ離れ離れになってしまう。実は、ルークアイランドは、 バースという男が率いる残忍な海賊に支配され、暴力、薬物、犯罪が絶えない狂気の島と化していたのだ。ジェイソンは、アニグラントと同じ檻に監禁されたが、隙を見て、グラントの先導で脱出を図る。しかし、脱出の途中で海賊に見つかってしまい、グラントが殺害されてしまう。ジェイソンは単身で海賊のキャンプから脱走し、島に住むデニスという男に保護され、 島民の集落、天泣村にかくまわれた。デニスから島の伝統であるタットゥーを施されたジェイソンは、海賊に囚われた友人たちを助け出すことを決意し、この危険だらけの島で、命がけのサバイバルと、海賊たちとの戦いに挑む。ありがとうございます。